はい、どうもこんにちは、ピアノ男爵です。さあ、早いもので、この YouTube のチャンネルを開設してから半年が経ちました。いつも応援してくださって本当にありがとうございます。で、この YouTube でのピアノのレッスン、最初はスケールの学習から始めたんですけれども、ブルグミュラーであったり、本格的な曲の練習であったり、またちょっと前には音楽理論なんかも扱って様々な内容をお伝えしてきました。で、今日のレッスンから数回にかけて、また基本的な内容に立ち返るんですけれども、アルペジオの練習、これをやっていきたいと思います。日本語では分散和音、また英語では Broken Chord というふうに言われることもあるんですけれども、まあ、その名の通り和音を同時に鳴らすのではなくて、バラバラに弾くもの、これをアルペジオというふうに言います。で、このアルペジオの練習はスケールと並んでピアノを弾く上で非常に重要な基礎テクニックなので、ちょっと丁寧にお伝えしていきたいと思いますし、また毎日欠かさずスケールと合わせてコツコツ取り組んでいくと非常にためになります。アルペジオが大切なのは、まあ、それ自体がハーモニーを形成するからというのももちろんそうなんですけれども、メロディーを弾く上でも非常に重要なんですね。例えばベートーベンの熱情ソナタの3楽章、というパッセージですけれども、このうちここまでの部分というアルペジオなんですね。そしてその続きの部分はというふうに順次進行をとって、まあ、なので当たり前といえばものすごく当たり前なんですけれども、音の動きって順次進行または跳躍進行のこの2種類しかなくて、そして順次進行に従って音を順番に並べたもの、それがスケールで、また跳躍進行を取りながら音を順番に並べたもの、これがアルペジオなんですね。なので、あらゆるメロディーを弾く上でこのアルペジオとスケールの練習というのは欠かせないものである、また練習すると非常に役立つというふうに考えています。もちろんアルペジオの本来の目的であるハーモニーを形成するというような左手でアルペジオを弾くというのはものすごく多用されることなので、もちろんそのためにもアルペジオの練習は欠かせないんですけれども、まあそれと合わせて今お伝えしたようなあらゆるメロディーはスケールとアルペジオのコンビネーションで作られているということも頭の片隅に置いておくと、練習のモチベーションにも若干つながるかもしれないですね。さあ、ではそれを踏まえて実際の練習を進めていきたいと思います。このチャンネルでスケールを扱った際には調合の増える順番に従って調整の話なんかも絡めながら進めていったんですけれども、このアルペジオの練習を進めるにあたっては調整の話は一旦置いておいて、指にとっての合理性だけを考えた私なりの順番で進めていきたいと思いますので、ぜひシリーズを通じて最後までお付き合いください。またもしピアノを指導されている方もご覧でしたら、まあ、一アイデアとしてぜひ参考にしていただければと思います。では一緒に見ていきましょう。ハノンをお持ちの方は41番、こちらをご参照ください。で、最初にやるべきは、まあ、スケールと同様に、まずは C メジャー波長調からですね。ただし、このハノンに書かれている4オクターブいきなり取り組むのは大変なので、まずは1オクターブ、それができたら2オクターブ、さらに4オクターブというふうに順に拡大していくのがいいかと思います。というわけで、まずは1オクターブから練習を始めましょう。右手こうですね。で、左手で、これらを合わせて、まあ、1オクターブは難なく弾ける方も多いかと思います。これを行う際に絶対に守っていただきたいのが指使いなんですね。まあ、右手はこれ以外の指で弾く方いないと思うんですけれども、左手、このミをなぜ4の指で弾かなければいけないのか、私は3の指の方が弾きやすいという方もいるかと思います。というか、ほとんどの人が初めはそのように言います。なんですけれども、ここは絶対4を使うように守って練習しましょう。
まあ、実際の曲の中では、もちろんその時その時に応じて、弾きやすい指を使って弾いていけばいいんですけれども、このアルペジオの練習としては、このドミソド、ミは左手は4の指で弾く、これを徹底してください。詳しい理由は他のアルペジオもおいおい学習した時に、この指使いが一番合理的であるということがわかるかと思います。もう一度両手で弾いてみます。さあ、これに慣れてきたら、では2オクターブに早速拡大してみましょう。右手からお見せします。スケールと同様に指くぐりを次のオクターブに移動する際に行わなければいけないんですけれども、この指くぐり、また指またぎの仕方について、私自身も何人かの先生からちょっとずつ違う教わり方をしたので、きっと人によって考え方は様々あるとは思うんですけれども、私が一番いいなと、最も合理的だなと思った弾き方が、移動する際にこれを無理やり指でつなげようとレガートにしようとするのではなく、手の角度は極力そのままで、いけるところまで指をくぐらせて、あとちょっと届かない部分は手を横に軽くスライドさせるという弾き方で、なので厳密にはスラーは切れてしまうんですけれども、実践的にはこの弾き方が一番合理的であるというふうに私は感じます。スケールと違って、これを指くぐりで完璧にレガートにしようとすると、この2音の間を3の指から1でくぐらなければいけないので、非常に指は届きにくいですし、またこれを届かせるために手首をこう回すというのは大きなタイムロスが生まれてしまうので、そこでリズムも崩れてしまうでしょうし、私はちょっと弾きにくいなというふうに感じます。左手でもやってみたいと思います。で、これを両手で行うと、ペダルを使わなくても右手のくぐるタイミング、左手のまたぐタイミングっていうのがちょうどずれているので、意外とそんなに切れた感じには聞こえないんですよね。まあ、なのでこの弾き方で OK かなと私は思っているんですけれども、注意をしてほしいのが、このスライドをするという動作を極力素早く行うこと、そしてギリギリまでその直前の指をちゃんと保留しておいてあげること。間違ってもこの指くぐりの直前の音がスタッカートで切れてしまわないように気をつけてください。で、この2オクターブのアルペジオに慣れてきたら、いよいよ4オクターブまで拡大して頑張りましょう。この4オクターブでアルペジオを弾く際に、まあ、初めのうちはそこまで厳密でなくてもいいと思うんですけれども、最終的にはこのハノンに書かれているリズムに従って16分音符4つで1拍という風に捉えて弾けることを目指しましょう。初めのうちはどうしても3つ1セットのタタ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 タ、というようなリズムになってしまいがちですし、で、これをタタタタタタ3つ1セットではなくてタタ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 4つ1セットでと思うだけでも随分と難易度が上がってしまうんですけれども、というリズムで弾けることを目指してやっていくと、よりアルペジオを自由に扱えるようになっていくと思います。今ちょっと分かりやすくするために各拍の頭を強調して弾きましたが、そこにアクセントをつける必要は別にないかと思います。まあ、とにかくこの C メジャーをまずは初めに徹底して習得していきましょう。全く同じ鍵盤のパターンで弾くことのできるアルペジオがいくつも存在する。このまま1音上に移動させると、アルペジオの開始音が変わっただけで指先の感覚は全く一緒。これを踏まえて私の進めているこのアルペジオの学習順は、